お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやってくんすけど、今日はですね、皆さんなんと8000到達いたしましたっていうわけで、前もね8000行ったことがあったんですけど、今シーズン初8000に到着しましたというわけで、世界40位とね、まあ、まずまず結構いい順位のうちに、来れたんじゃないかなと思います。で、デッキがですね、今回はこのエリゴレで到達しました。ごめんなさい、エリゴレで本当になんかね、ごめんなさいって感じなんですけども、こうまあね、8000いけるだけね、まあすごいじゃないですか多分。はい、なんでエリゴレのリプレイをね、今日はちょっと皆さんにね、見ていきつつ、見せていきつつ、まあなんか話そうかなと思います。で、もう最後ね、めっちゃ練習したんですよ。なんかこんな感じですね。結構こう、リトルチェーンとか、ボーフマックとか、海外のね、有名プロとかも倒しつつで、これ、ブリザードダンデライオンですね。7連勝したんですけど、この辺ちょっと負けてましたね。なんか負けたり勝ったりを繰り返しつつ、で、この辺から急に連勝できたって感じで、まずね、この VS ダンデライオンさんぐらいかな。まあ、今日5本ぐらいね、ちょっと長くなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、8000いた時ぐらい許してちょってわけで、まあ、5本ぐらい、まあ、紹介するんですけども、このエリゴレデッキはですね、ポイズンっていうのが、こう、今までのエリゴレとちょっと違うかな。エリゴレとかあんま出したことないから、なんかそんなこと言われてもわかんないと思うんですけど、エリゴレって、形を組んでワンパンするデッキっていう印象を持ってるかもしれないんですけど、まあ、このデッキ、このエリゴレはですね、ちょっと違うんですよね。こう、形を組んで削るんですけど、ワンパンできることは意外と少ないんですよね。なんでこう、相手のタワーを、まあ、1500ぐらいまで削るけど、その後また防衛して、もう一回攻めて削って落とすみたいなイメージを持ってもらえるといいと思います。エリゴレなんですけど、こう、細かくね、何回か攻めていかないと削りきれないようなデッキになっています。ライトニングとかクエイクだとこうご利用するんですけど、まあでも今回はね、ちょっといい感じの試合になってると思います。ここを見てほしいですね。ここトルネード、やりこぶりに打たないんですよ、僕今ここで。なぜなら相手が他のユニットを持っているのを知ってるので、ここで相手がユニットをもう一枚出してきてからのこのトルネードですね。もうこれをすることによって、さっき折れないとか言っちゃったんですけど、折れちゃいました。はい、今のねトルネードすごい大事ですね。相手もトルネード使ってくるよなと思ってて、待ってたんですよね、ぶっちゃけ。そう、僕がトルネード使うの待ってたんですけども、僕もね相手がユニット出したいのは分かっていたので、あえて待って、でこれでも相手諦めたって感じです。まあこういう勝ち方もありますてか、まあ、トルネードのタイミングがすごい大事ですね。であとはこの遅延のスケラと、あとこのロイホグミニペッカですね。ミニペッカの受けが結構きついんですよね。と、あとラバル。と、この一番上のウォールブレイカーですね。このウォールブレイカーね、めっちゃ神の立ち回りしたんですよね。これ、正直やっぱ8000到達したやつはね、ちょっと最後にね、こう皆さん飛ばしてくださいってわけで、このスケラもね、結構、競った気がしますね。いい試合をしたと思うんですけども、よいしょ。ってなわけで、まあ、一倍速で見ていきましょうか。で、ババコヤがいいんですよね、ババコヤが。一旦置いて、まあ、待てるっていうのがありますね。で、相手がなんか出してきたのを、こう、ベビドラとかヒーラーとかで後ろから回収しつつ、端前エリゴレドンみたいな感じのイメージを持ってもらえると、結構使いやすいと思いますね。なんか、いろんなエリゴレの方ありますけど、ババコヤ派でしたね、僕は。なんかオーブンとか、まあ何も施設が入ってないエリゴレとかを試したんですけど、エリゴレってまあチンパンなんですけど、間違いなくね、間違いなくチンパン度は高いんですよね、非常に。なんですけど、やっぱ使いやすい、使いにくいがあると思うので、あ、これちょっと相手が後半まで出さないようなので若干飛ばします。あ、このババコヤ非常にやりやすかったですね。で、この残り1分ぐらいから多分ね、相手がユニット出してくると思うんで、そのタイミングで僕は1分にします。まあ、この辺ですかね。この辺から。はい、始まるかなと思います。で、これ、ポイズンだから、相手のこのアイスイズベビーとか、まあ、ババコヤとか突破できないようなみんな感じがするんですけども、まあ、そこのね、突破の仕方とかをね、注目してもらえればいいかなと思います。クラロは結構スペルが非常に大事じゃないですか。ファイボーだと、ね、こうマジアチャとかには強いけど、スケア止まんなかったりとか、いろいろあるんですけど、ポイズンで、こういう相手のね、ベビーとか、
こういうムート小屋をどう突破していくかみたいな感じですね。でこれもこのトルネですね。このドラドラヒーラーのを残すトルネが大事になってきますね。相手のまあユニット処理で、これに相手はまあコスト使ってくれると、まあその間にとりあえず逆サイにね一旦小屋を置いとこうって感じですかね。で相手のこのユニットをまた回収していきます。でババコヤ相手は後ろに裂いた後なので、今回このエリゴレに対して相手は止めれないんですよね。でここ相手が攻めてきたんですよね。でここ僕は一回まあ守りですけど、まあヒーラーの回復をねうまく使いつつ、ユニットがもうフル残ってますから、しかもこれ2周目のヒーラーが回っちゃうんですよね。はい、なんでここもつけて、これだけでね守ってカウンターですね。イメージはこれでトルネース引っ張ってよいしょで回復して、でも折り切れないみたいな感じかな。でも結構ダメージ入りますね。そうなんかね意外と相手の防衛もうまいのはあるんですけど、さあでここでもう一回防衛していきます。でここ受けがなかったんで、あババコヤ置いちゃえばよかったっすね。慌ててエリゴレで受けちゃったんでちょっとねもったいないイメージもあるんですけども、なんかねヒーラーとライドラですね。スケレトンラッシュの防衛に結構ライドラが優秀ですね。でこれ速攻トレネで引っ張るかな。はい、そうですね。アイスウィズプラスのベビドラが相手のこう防衛のメインカードになってくるんですけど、まあ基本的にアイスウィズかな。こうやっぱ残ってるとずっと厄介なんですね。アイスウィズ、まあ、ウィザードとか想像してもらえると分かりやすいと思うんですけど、相手の陣地のウィザードめちゃくちゃ厄介なんですよ、ずっといると。なんで早めにねトルネードで引っ張ってあげます。でここやばいんですよね、アドが。ここアドがやばいんですけど、まあ棒ポイしてこれワンチャン端にポイズンでスケラーをユニットで防衛でもよかったんですけど、まあ言うてねこのライドラと小屋から出たババ4体とねユニットで守れますね。気合で守ってます。で棒ポイして、まああとは僕はもうタイブレーカーで勝つだけなので、相手のスケラーに徹底防衛ポイズンしとけばまあ負けないよねっていうので、まあ時間稼ぎしてたらこうエリゴレがね入ってフィニッシュというところで、まあ、スケラに対してヒーラーライドラで受けちまえば余裕かな。意外と、なんか、そうな、ワンパンはできてないんですけど、地は削りですね。はい。というわけで、あと3戦見せるんですけど、まあ、ドラマ見てほしいんですよ。非常に、なんか、いい試合ばっかでしたね。まあ、この後のはちょっとね、面白いと思うんですけど、さあ、ボーフマック選手ですね。こう、世界で一番上手い人というか、まあ、世界で上手い5人を挙げろみたいな、を言われたときに、基本的にこうほぼ確でね名前を挙げられる人ですね。世界トップ5ですね。さあロイホグで、これね相手のロイホグはババコヤで別に守れるんですけど、こうやっぱ回転がね追いつけないのと、ミニペッカーの受けが結構苦しいっていうのがねこのデッキは非常にあるんですよね。でそうマジックアーチャーも厄介なので、ここでトルネ使っちゃってますね。僕トルネ使って早めに処理して、まあこれでもコストアド取ってますので、で、まあここですね。で、多分僕ずっと守ったと思うんですよ。こう、相手ハンターミニペで、僕がロイホグ、僕が攻めようとしても、多分前半だと、相手こう、ミニペを攻めで使われると、僕はこの守りに、結構ね、過剰に防衛しないと、アド取ら、過剰に防衛しないと守れないんですよ。なんで、頑張って守るんですよね。なんで、こう、なんで、序盤に攻めようとした時に、逆サイ攻められて、ほとんどめっちゃ削られて、てかタワー折られて、しかもハンターだけで火力を釣られるっていうことがあるので、前半は守りましたね、今回に限っては。まあ、意外と、こういうデッキは前半ずっと耐えることも可能だと思うんで、前半ガンイモで、守って、後半に入ってからエリゴレ展開とかでもいいと思いますね。さあ、このね、ミニペックだけでもしんどいんですよね。でこのミニペでババコヤが2発かな殴られて、もう結構ねボロヤになっちゃうっていう。で次のロイフグにまあなんかで対応するよねーかな。でこっから多分エリゴレ展開していくと思うんですけどね。あー一回ポイズン打つか、一回ポイズン打ってからの、そうっすね、考えますね。こっから相手がロイフグ来たので、まあ防衛しつつのキングキドですね。キングキドしてなかったんで、ここのロイホグはちょっと美味しいですね。キング起動できて、まあ、ゆっくり様子を見れると言ったところで、さあ相手こうで攻めてくるんですよね。これうまいですよね。僕エリゴレで攻めたいですけど、相手が攻めてくるんで攻めれないんですよね。
ロイヤグミニペな、鬼強いんですよね。これ、僕今回、ラットアカウントか。ラットアカウント8000にエリゴレで行ったんですけど、マイク・ワゾースキーのね、僕のよく動画使ってるサブアカウント、今7級かな ?7 級行ってるんですけど、この相手が使ってるロイホグで7級まで行ってるって感じですね。で結構強いんですよね。だからミニペッカを攻めて使えるっていうのはね、強いですね。ハンターが、効果力で防衛として優秀なので、でここなんかもう、あれっすよね。相手の、ケツエリゴレからの相手の攻めを守っちゃうと、なんかあれって感じで、相手ももう守ることを捨てて、もう削りに来たんですけど、僕もね、もうそんな守るよっていう。で、これやばくないですか?エリゴレだけでタワー折れちゃいますからね。こんなこと見たことないですね。エリゴレヒーラードラドラとかでタワー落ちるのはあるんですけど、エリゴレ2体だけでタワー落ちるっていう、ちょっと面白いね、絵でしたね。はい、というわけで、次はラバルですね。この辺もずっと練習してて、なんか正直こんなね、結構苦戦するイメージがあったんで、まあ苦戦しましたけど、8000手前より、なんかね、7500、600とかの方がすごい苦戦しましたね。このババコガの位置がずれてるのは許してください。ずれました。で、これ単体バルーンめっちゃ助かりますね。こう、やっぱ空がドラドラで回転が遅いっていうので、意外ときついんですよね、空系の相手。まあでもそれはポイズンで頑張って防ポイとかしつつ、まあ、耐えれるんですけど、この序盤でね、このバルーン一発だけで近距離できたのは非常にでかいですね。なので近距離できるときは皆さんマジでした方がいいですね。世界変わりますね、本当に。で、相手も手札めっちゃ腐ってるんですよ。腐ってザップとか打ってて、僕も、これ相手のデッキはヤナメザップ、この人有名な人なので、ヤナハムザップっていうの分かってたんで、これもね、組んじゃいますね。まあ、あとガゴムレしかいねえじゃんと思いながら組んで、トルネも構えて、ガゴムレ来たと思ってトルネ速攻して、まあ、けど処理されちゃうんですよね。で、ここ、相手のメガゴやってくれ!あ、負けて縦線出して、あれこれポイズン打ったら、相手のユニット全部いなくねみたいな、思うじゃないですか。で、ポイズン打って、なんか折れちゃったって感じっすよね。はい、これで8000リーチまで来れます、皆さん。やばいっすよね。これで8000リーチですからね。で、ラスト8000。え?って、本当に?ってなっちゃうんですけど、まあ、そんぐらいね、デッキは強いですし、非常におすすめなんですけど、ユニレベ多分上げにくいですよね。最近出ましたし、ちょっと前か。で、このラストの試合ね、マジで見てほしい、これ。これはね、こう、今のところ僕のエリゴレの試合、まあ、デッキ強いからな。まあ、そりゃそうだってなると思うんですけど、この試合に関しては、僕が上手かったっていうのを僕は言いたいですね。マジっす、これ。エリゴレに上手いとかねえだろう、アンチ勢を倒したいと思います。僕はこの試合で。で、相手のデッキが、まあ、この時点で、ウォールブレーカーのトレネロケットかって思ったんで、相手対空がね、アイスイズしかないっていうの分かって、こう逆サイにね、ベビ出してユニット咲かせたみたいな感じですね。ドラドラの受けが相手はきついんですよ。固めちゃうとロケット防衛されちゃうっていう感じですね。なんでこう、攻めの形を作るのが非常にむずくて、なんか中途半端な攻めの形だと、ボムタワーだけで守られちゃうんですよ。ボムタワーアイスイズ取るね。で、ポイズンなので、ボムタワー別に溶かすこともできないし、で、めっちゃ形作ると、ロケット防衛されるっていう、もう地獄なんですよね、言っちゃうと。言っちゃうと地獄なんですけど、正直これは俺負けたなと思いましたね。負けたなと思ったんですけども、この、そのね、やっぱ、こう、勝てないかなと思う相性に勝っていく、これをちょっと見てほしいですね、僕は。ディガーここちょっとね、なんかおしゃんなことしようとしてるんですよね。ディガー無視して、相手対空アイスイズしかいねえからみたいな感じで、ちょっとヒーラーベビで攻めたら、普通に守られてディガーでめっちゃ大ダメージ受けるっていう、ちょっと恥ずかしいシーンなんですけど、そういうこともありますよね。なんか相手がやっぱ、相手のデッキの弱点を作っているのがすごい大事ですね。今回相手ドラドラがきついので、ドラドラを固めると別にロケットで割れるんですけど、単体のドラとドラが相手からしたら非常に辛いんでね。まあ、そこをうまく攻めで使っていくって感じですね。で、こっからですね、ここの攻めは多分あれなんですよね。僕多分そんなだったかな。
これアイスイーツとボムタワーこのベビーで処理できるわと思っていいベビーしたら相手も内側取るねでこのボムタワーは延命してきましたね。でこのトルネミスったんすよ、タルババとトルネミスったんすよ、これマジでこれマジでミスったんすよ、悩ますよね。でここが相手がボムタワーあの位置に置けないので上に置いてきてちょっとエリアードが取れてるんですよね。でもディガーはこう無視してダメージ受けてるんですけど、ここですね、ここ見てもらいたい。あのしょぼい形だとボムタワーで一掃されて固めすぎるとロケットで撃たれるので、あの固めずしかもいやらしく両サイドですね、これエリゴレ、ヒーラー、ドラゴン1体この形だと相手はロケット撃ちたいんですけどなんか両方いるしみたいな撃てないんですよね。で相手のアイスで処理してこれも両方いるんで止まんないんですよ。これがこのね今の片サイドだけにしてると全部ロケットだけで終わるとか2周目エリゴレとかやってないと突破できないんですけど、これですよねからのこの地獄の3コス8枚エリゴレ、いやーもうチンパンやんって言われてるかもしれないんですけどこれがね強いんですよ。まあこれで8000いったんですよね。マジでなんか勝っちゃったって感じですね。めちゃくちゃ気分いいし嬉しいですよね。まあ普通に、はい。ってわけで、なんか、ボムタワー系には、まあ、ポイズンとかなら、まあ、正直固めてもいいかもなんですけど、まあ、意外とボムタワーとか、そういう、なんか、範囲攻撃の、こういう相手には、両サイドのね、2周目エリゴですね。に、こう、ドラゴン1体1体とか、なんか、ど真ん中のね、辺にドラゴンとか出すと突破できるかなと、も思いますんで、よければね、このエリゴレ、僕は非常に使いやすかったですね。よければ、はい。お試しくださいってわけで皆さんも一緒に8000行きましょう。では今期多分あと8日くらいあるんですよね、まだ。なんでまあどこまで行けるか分かんないですけど、またちょっとね8000何百動画いった動画出すんでね、そちらもお楽しみにください。ではチャンネル登録とコメント高評価もお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。